エルンストホムラス、エルンストホムラートは、ドイツの外交官。フランスのパリで、ユダヤ系ポーランド人、ヘルシェル・グルンシュパンにより暗殺された。この事件により、ナチスドイツ各地で反ユダヤ主義暴動が発生した。フランクフルトアムマインに高級官僚、グスタフ・フォンラートの息子として生まれる。ブレスラウの学校を出て、ボンや、ミュンヘイやケイニヒスベルクなどで法律を学んだ。 1932年にナチス島に入島し、ドイツの外交官となった。1933年には突撃隊に入隊。ルーマニアのブカレストに配属された後、フランスのパリにあるドイツ大使館で勤務した。ナチス幹部、ラインハルト・ハイドリヒによるユダヤ系ポーランド人のポーランドへの追放令により、ヘルシェルグ・ルュンシュパンの家族はポーランド国境付近に移送され、 急防した生活を余儀なくされた。グリュンシュパンはこれに激怒し、ユダヤ人の惨状を世界に知らしめようとドイツの高官の暗殺を起とした。1938年11月7日、リボルバーを手にドイツ大使館へ赴いたグリュンシュパンは、応隊に出たラートに2発の銃弾を撃ち込んだ。この事件を聞いた、ベルリンのアドルフ・ヒトラーは直ちに G2 名をラートのために派遣した。 フランスの在京軍人たちも輸血に応じたが、結局、ラートは11月9日に死去している。しかしラートは、ナチ党員ながら、反ナチの人物だったと言われ、ゲシタポからマークされていた人物でもあった。したがって、ナチス政権にとっては痛くも痒くもない暗殺であったと思われる。逆にナチスは、この事件を反ユダヤ主義暴動。 水晶の夜を起こすのに利用することとなるのである。ルパート・バトラーチョ、ヒトラーの秘密警察ゲシュタポ恐怖と狂気の物語、ありがとうございます。